ははい皆さんこんこにちは海外転売スクール講師の黒澤敦です今回のメインテーマはタイトルにも書かせていただいた通りお問い合わせでよくいただく質問要するに生徒さんになる前の方生徒になろうかどうか海外転売やるかどうか検討されている段階の方からよくいただく質問についてお答えするのとそこに起業家マインドと言ったらすごいかっこいい言い方なんですけれども要するに従業員機質ではなくて 海外転売を独立どっぽ自営業的にと言いますか個人事業主的に行っていく人間の考え方の異っていうのもそういった質問の中から垣間見えてくるんですねでそういった質問をそもそもするのが起業家的じゃないっていう場合もありますしもう少し別の視点から見ていく必要があるな思います っていう場合もありますので、ちょっと曖昧な言い方してしまいましたけれども、一つ一つの質問のにまずはお答えしながら、それプラスアルファで考え方の面についても話せればと思います。ちなみにですね、チャンネル登録していただいている方はご無沙汰しております。実は前回の動画から1週間以上間を空けてしまったんですけれども、これには訳がありまして、 皆さんはあのイギリスのコメディのミスター・ビーンってご存知ですかあの一時期すごい一世を日本でも風靡した、まあ、コメディなんですけれどもイングリッシュコメディなんですけれどもミスター・ビーンの考え方っていうのがですね、ミスター・ビーンの主人公はあのプロデューサーでもありますからあの方の考え方っていうのが私はすごく共感していてそれは面白いものを作り出すのに1週間に1度必ず配信しますとか 一ヶ月に一度配信しますとかやってしまうと満足のいく作品っていうのを提供することができないっていう考え方をお持ちなんですね。普段あんなに画面の中ではヘラヘラしている人ですけれども、やはりコメディアンっていうのはとても頭がいい方だと思うんですね。あの実力のあるコメディアンというのは。で、その方が、 まあ、ローアン・アトキンソンという方なんですけれども、その方が言っていたのは、まあ、不定期に配信することで常にクオリティを保つことができるっていう考え方なんですよ。で、私もそれに非常に共感してまして、まずは私の場合は常に生徒がいるわけですから、まず生徒とのイベントとか、 あの、セミナーとか、あと勉強会みたいなものが立て込んでいる時っていうのは、公開動画っていうのは基本的にはあまり配信しないんですね。それは私も同じような考え方で、まあ、当然ながら私にとって一番大切なのは、こういう言い方すると差別って思われるかもしれないですけど、区別ですね、差別ではなくて。まずは生徒なんですよ。自分のお金を払って、そして時間を使って、 有料のコンサルティングを受けている方っていうのを最優先にするっていうのはまず講師としての鉄則として私は持ってます。ですから、まず生徒さんに集中すべき時は生徒さんを優先するっていう考え方もありますし、それプラスアルファでローワアートキンソンのように良いものを出すためには、まあ毎日毎日出すっていうのもすごく大切だと思うんですけれども、それはどちらかというとこっちのさじ加減じゃないですか。あの、私の場合は、 実際にお問い合わせいただいた、今回のようにお問い合わせいただいた質問だったりとか、生徒さんからよくいただく疑問点だったりとか、あとは最近の Amazon の生の事情っていうものをタイムリーにお伝えするっていうのが私にとっての使命なんですね。 ですから、毎日毎日取ればいいとか、そういうわけでもないんですよ。あの、同じような質問を3人4人の生徒さんからいただいたっていうことは、おそらくですけれども、統計学的に同じような質問を生徒さんじゃない方も、転売やられてない方も、物販に興味ある方を持っているんじゃないかと推測することができるので発信すると。 もしくは最近のアマゾンの事情で、まあ、常にアマゾンのシステムっていうのは流動的に変わりますから米国のカテゴリー申請一つ取ったって昔はアパレルのカテゴリーを申請するのに画像を提出したりファイルを提出したりする必要があったんですけれども今はそんなこと全くしないでただクリッククリッククリックしていくとカテゴリーが通るとかそういった流動的なものなんですね ですから、システムが変わったタイミングで、やっぱり Amazon やってる方っていうのは、あれとか困惑しがちなんですよ。今まで通りにできなくなる部分っていうのが随所にあるわけなので、ですからそういったタイムリーな話っていうのもしていく必要があるかなと思っているんですが、とにかく不定期に出すことに逆に息があるのかなと思ってます。今回はですね、生徒とのランチミーティングっていう交流会があり、 で、その後生徒とのみんなでリサーチ紹介といっていう私が主催している一つところに集まって3時間まっちりリサーチしてその後懇親会で楽しく飲みながら物販の話をするっていう会もあってで、その後今回4月1日2日で熱海での OEM と商標登録に 特化した合宿っていうのがありました。その中で私は特に商標登録について講義を担当させていただいたんですけれども、まあ生徒さん6名とコーチ3名で行ったそういった合宿1泊2日のがあったんですね。ですからそれがようやく落ち着いた。今日新しく動画を撮らさせていただいているという形になります。また最近問い合わせでいくつかいただいた質問っていうのが溜まってきましたので、事前に、あのわざわざ問い合わせをいただかなくても、どういった まあその質問に対する答えっていうのを私がどのように考えているかどういった考え方を持っているのかっていうのをこちらの公開動画を通して知っていただくことで問い合わせする手間が皆さんにとっても省けるかなと思いましたので今回このような形を取らさせていただきますというわけで初めの6分間はいろいろとプロローグと言いますかうんちくと言いますか話させていただいたんですがここから本題に入っていきたいと思います問い合わせを いただくことっていうのは私は結構あるんですね。5日間の無料講座もやっていますし、この公開動画っていうのも,もう100本以上出してますので、まあ問い合わせをいただくことっていうのは時折あるんですけれども、その中で私が、その、答え、一言で答えにくい質問っていうのが結構あるんですね。なんで一言で答えにくいかっていうと、質問者の方が持っている固定概念の部分から、始めから解説していかなければいけない。 考え方の部分から始めからちょっとずれているなって思う時がありますのでただ質問に答えるっていう形ではできないんですよまたですね質問する方っていうのはこれあるボディービルダーの私がよく YouTube 見ている方もおっしゃってたんですけれども なんか、曖昧な質問の仕方をするんですよね。で、これは他の動画でも出したんですけれども、なんか、物販全体とか、海外転売全体に存在する絶対的な法則みたいなものを聞き出そうとする方がいるんですけれども、海外転売をやろうが、どんなビジネスをやろうが、その人の考え方によって左右される部分っていうのは非常に大きいんです。 まあだから海外転売が不安定だって言ってるわけではなくて、物販っていうのは海外転売だろうが、中国輸入だろうが、アマゾン輸出だろうが、基本的には堅実な手法なんですよ。それは当然ながら法律や規則に則っ,って、お客さんの利益を考えて顧客目線で商売をするという前提があればですよ。三方よし。 もしくは私が言ってる言葉だと前方よしでビジネスをする前提があればどんなビジネスだって堅実なんです。で、堅実なビジネスっていうのは基本的にしんどかったり地道に進めていかざるを得ない部分っていうのがあるんですね。むしろそういうふうに地道に積み上げていくからこそ堅実なビジネスとして成立しているとも言えるわけです。しかしながら質問いただく方っていうのはなんていうんですかね、簡単にやれる部分と 海外転売っていうのをどうにかして結びつけようとしてる方っていうのも、まあ、なきにしもあらずというか、そういう方もいらっしゃるわけなので、例えば、まあ、この後話していくんですけれども、法はしないかみたいな質問っていうのは、根本的に法はっていう言葉の概念っていうのを理解されていない場合があると。その場合、法はしますしませんっていう、 二択の答えではないんですよ。あの、教育カウンセリングとかを勉強した方はわかると思うんですけれども、質問っていうのは三つの質問があると言われています。三段階の質問ですね。 で、特に例えば自閉症の人のカウンセリングを行うときには、最初にカウンセラーとのコミュニケーションを、まあ、成り立たせるために、この3つの質問っていうのを順に行っていくわけです。一つ目の質問っていうのは、はいだけで答えられる質問。二つ目の質問っていうのは、より段階が深くなって、はいかいいえの質問。で、三つ目っていうのは、はいかいいえだけじゃ、ではなくて、具体的に意見とか考えを述べていかなければいけない質問っていうのがあるんです。で、はいで答える質問っていうのは、 例えば、黒沢厚さんですねっていう質問に対しては、はいって答えますよね。まあ、いいえっていうものが初めからないわけですよ。あの、こちらで確認している名前であれば、あの、クライアントさんの名前を事前に確認しているのであれば、黒沢厚さんですね。はいですね。今日は天気がいいですね。はい。これは、はいだけで答える質問。次は、例えば、あの、そうですね。 はいといいえで答えるもしくは2択で答える質問っていうのもそれに含まれていいと思うんですけども、例えばコーヒーが好きですか、紅茶が好きですかみたいな質問。これはコーヒーです、紅茶ですって2択ですよね。で、3つ目の質問っていうのは、あなたはコーヒーという飲み物についてどう思いますかって言ったらこれは意見述べなきゃいけないじゃないですか。で、これをなんで話したかって言いますと、質問をしてくる方っていうのは、 法話するかしないかみたいな二択だと思い込んで質問されている。しかしながら私からしてみればそれは二択ではなくて、法話という言葉の考え方から説明しなければいけない意見を述べる一番難しい質問なんですね。まあ、難しいからできないというわけじゃないんですけれども、すごく時間がかかるものなんですよ。 それを一言で質問して来られると私が一言で返せるというわけではないので、そこに関してはこういった動画を通して、逐一、もう他の動画でも法案についてとか再現性とか継続性の話はしてますけれども、改めて今回お問い合わせいただいた質問にお答えするという形で、私の意見と、まあ、事実と言いますか、データに基づく話をさせていただければと思います。 まず、一つ目の質問なんですが、あの、中国製品を取り扱ってクレームの嵐になりませんかっていう方が、時折いらっしゃるんですね。要するに、ここって、一つの偏見、まあ、一つどころかいくつかの偏見とか、曖昧な質問、曖昧な情報っていうのが、たくさんあるわけなんで、答えにくいんですよ。まず、中国製品っていうのは質が悪いっていう前提で話している。もしくは、今まで物販を行った、 方であっても、自分が注文した、何かを注文したら不良品が来たとか、おそらくそういう経験があるからこそ、中国製品っていうのは粗悪なものだっていうふうにおっしゃってるわけなんですよね。しかしながら、中国製品っていうのが全部粗悪なわけではないんですよ。じゃあ何が粗悪かっていうと、その人が選んだ商品が粗悪だったっていう事実しか本来はないはずなんです。それを、一応を聞いて銃を知るとか、木を見て森を感じるみたいな話になっちゃって、 自分が扱った中国製品が粗悪だったからといって、もう一切会せすべての中国商品がダメだみたいないい考え方を持ってしまっているからこそ、クレームの嵐にならないかっていう質問をされていると思うんですね。 しかも、このクレームの嵐っていう言葉っていうのは、何商品売っていくつのクレームがつくことをクレームの嵐って表現されているのか全くわからないんです。そういう場合っていうのは、私が考えているクレームの嵐と、その方が考えているクレームの嵐のクレームの頻度ですね。何個商品を売って、そのうちのいくつがクレームになって、どういう類のクレームが来たかっていうところまで、しっかりと、 考えていかないと、クレームの嵐になるかならないか、イエスオアノーで答えられるはずはないんです。まず中国商品についてなんですが、もちろん粗悪品っていうのもありますし、自分が買い付けて、あ、思ったのと違ったっていう場合もあるんですよ。しかしながら、それになるべくならないようにするにはどうすればいいかっていうのを考えていく必要があるわけですね。で、ここで重要なポイントなんですが、完璧を求めようとするとどの商売もできないんです。 100%っていうのはできないんです。どんな高級なホテルで、どんな乗客、まあ素晴らしい、まあ貴族みたいなお客さんしか受け付けませんって言っているホテルであっても、必ず数のクレーマーっていうのは来るわけですよ。ってことは、完璧を求めていると、求めているのであれば、物販なんてしない方がいいです。 これは確実に言えること。じゃあ、完璧を求めるっていうことではなくて、完璧に近づけるためにはどうするかと、あとはもし万が一、我々の意に反して不良品だったり、何かしら悪い商品というのをお客さんが手にしてしまった場合、どのような対処を行うか。 要するに、まず予防をすることが大切ですし、何かしら万が一のことが起こった時のアフターケアをどうするかっていうのを考えるべきなんですね。で、中国製品に関しては、タオバオの業者、まあ一つの商品をいくつかのタオバオの業者が売ってるとします。 その中で、どのタオバオの業者を選ぶかっていうのの考え方も、そのセラーさんによって違うんですね。まずは、とにかく安くてもいいから、一番安い価格をつけているセラーさんから買う。あとは、そのタオバオアリババ業者の評価が高いところから買う。取引記録が多いところから買う。で、そのいくつかの指標のどれとどれを組み合わせて自分の優先事項とするかっていうのもセラーさんによって違うんです。ですから、この中国商品イコール悪いっていうのは、まず、そういった 偏見っていうのは捨てていただいて、まずタオバオ業者をしっかり選ぶことによってそのリスクは減らすことができるっていうふうに私は考えています。また、クレームになるっていうのは、例えば米国だとどんなクレームが多いかっていうとサイズなんですね。まあ当然ながら中国、日本のサイズとアメリカのサイズっていうのは違います。日本の L サイズは、例えば、まあ中国だったら 中国でも L サイズ、日本の L サイズっていうのは、アメリカだった M サイズとか、水着とか一部の商品はもう、2サイズダウンして、それこそ S サイズぐらいの感覚で売らないといけないっていうパターンもあるんですね。それを、ただ L サイズとか M サイズとか書いてしまっては、アメリカで買う人、まあ、米国アマゾンに出すとしたら、米国アマゾンの人はアメリカの L サイズと思って当然ながら買うわけじゃないですか。 それを我々がちっちゃく、これは日本のサイズですとか、ちょろっと書いてたとしてもそこまで読まないですよ。商品説明。ですから、商品説明でしっかりとサイズっていうのを表記する。ただ、しかも、M とか L とかだけではなくて、丈が何センチとか、袖が何センチとか、ウエストが何センチまでとか、脅威が何センチまでとか、そういった、あの、実数ですね。何インチとか、 まあ日本でいう何センチとかそういったこともしっかりと書いているかどうかによってクレームも変わってくるんですね。ですから中国商品を扱ったからクレームが来たっていう風うに直線的に持っていく考え方自体もおかしいんですよ。って私は思います。まず中国商品を極力あの自分 が、まあ、リスクのないように、自分がリスクないってことはお客さんにとってもリスクないってことですから、これは最終的に顧客目線ということなんですけど、まず、業者をしっかりと選定すること。で、その後、お客さんに商品説明として、しっかりと、あの、説明すること。 表現すること、その商品についての魅力を伝えるのは大切ですけど、魅力ばっかり伝えてしまって事実を伝えなければ、それは単なる詐欺みたいなもんになってしまいますから、そうならないように、必ず、この商品っていうのは L サイズですとかだけじゃなくて、何インチのウエストですとか、何センチの人ですか、体重何十キロぐらいまでの人ですとか、 対象ですがか、そういうことをしっかり明示すること。そこが欠けてしまっていると、クレームがあったから中国商品は悪いっていう風な、あの、通り一辺倒な考え方だと絶対に成り立たないんですね。ですから私は、中国商品を取り扱ってクレームの嵐にならないかって考えている人は、回路が、その中国商品とクレーム、この二つの、まあ、事象ですね。まあ、事象と言いますか、二つの、まあ、グループと言いますか、その、 つながりの回路っていうのが直線的すぎるっていうふうに考えるんです。ですから怖いなっていうふうに思うんですよ。何が怖いかっていうと、何かしらのトラブルが起きた時とか、何かしら、まあ、一生懸命進まなければいけない時に、変なショートカットをしてしまおうと思いがちになる人なのではないかと思うんですよ。まあ、この中国商品、まあ、中国製品っていう、 ま、言葉ですね。あと、クレームの嵐っていう言葉。この、そもそも中国商品クレームの嵐っていう言葉の定義自体も両方とも曖昧で、その曖昧なものをしかも直線的につないでしまうと、はっきり言って方程式としては成り立たないんですね。ですから、一つ一つの言葉っていうのをしっかりと広い視野でもう一度再検討していく必要がありますし、その二つのパイプを簡単にカチャンって接続してしまって成り立たせられるような簡単なシステムじゃないんですよ。 ですから、まずは、こういった質問をしてくる方っていうのは、私にとっては、少なくとももう少し時間をかけて、物販についての考え方を、見直す必要があるかなっていうふうに、個人的には、まあ厳しい意見ですけれども、思います。やっぱりそうしないと、入ってみて、何でもかんでもショートカットしたいとか、とにかく何でも、中国商品は先生がいいって言ったから、何でも中国商品のは選んでもいいんだ、みたいなふうに思うと、やっぱり、 不良品つかまされますからね。そうなんないように、いろいろ自分の目で、そして、まあ手で、手でっていうのはキーボードでカチャカチャですけども、それで実際に精査していく必要があるわけですし、で、クレームを起こらないように商品説明の方もしっかりと明記したりとか、あの、細かい画像を載っけたりとかしていく必要がありますので、要するに自分の努力をなくして、 言われた通り行っていけば大丈夫。みたいな発想が一番怖いんですよ。ビジネスを行っていく上で。商売やっていく上で。よくあるじゃないですか。言われた通りやったのに成果出ませんでしたって。それそうですよ。言われた通りやるだけではなくって、その言われた通りにやるプラスアルファ皆さんの考え方っていうのもしっかりと根付かせていかなければいけないわけなんで、ほな、言われた通りやってもいいことって、 だったら、それはン人間を作り出しているようなもんじゃないですか、講師が。でも我々はン人間を作るわけじゃないんですね。もしくは我々、絵画テーマの信者を作り出そうとしているのではなくて、一人一人の考え方に従って、その考え方っていうのは自我ですから、自我っていうのは、 重要度の部分関数的な順列ですからで、その重要度の部分関数的順列っていうのはその人の独自性なんですね。で、各セラーがその人その人の独自性に基づいて商品を売るから、多くのセラーが、一人だけじゃなくて多くのセラーが色々な商品を売って、 多くの月賞を叩き出すことができるわけですよ。継続的に収益を出すことができるわけなんで、そこをコピーロボットみたいな形でやってきゃいいっていうふうに思ってるとしたら、それはすごい怖いなと。まあ、邪水も私の邪水にも入ってるかもしれないですけど、私は一つの質問に関してこのぐらい深く考えるというか、このぐらい色々考えるんですね。質問に答えるっていうのが仕事ではなくて、質問した人の考え方を考えるっていうのが私の 一つの、まあ、使命だと考えていますので、思っていますので、そう考えると、地獄商品取り扱ってクレームの嵐にならないですかっていう質問は、ちょっと怖い質問の一つではあると思います。そう質問しちゃったこと自体が怖いっていうふうに私は考えるんですね。で、もちろん、海外転売、今すぐやりましょうってう話ではないです。ですから、時間をかけて、じっくりと、なんでクレームの嵐というワードを使ったのか。そのクレームの嵐っていうのは、 何パーセントのクレームで、要するに何商品、100商品売ったうちのいくつがクレームついて、まあ、もしくは何商品売ったうちのいくつがクレームついて、で、そのクレームの内容っていうのは何なのかっていうのを明示した上での質問ではないと思うんです。ですから、まずそこを明示する必要があります。もしくは、自分の経験則に基づいて考えたとしたら、自分の経験則が全てはないということ そこをしっかりと考える必要がありますし、私が中国商品も、まあ、不良品もありますけど大丈夫なのもたくさんありますよって言ったら、じゃあ、先生が大丈夫なのもたくさんあるって言ったから、もう何でもかんでも仕入れればいいやっていうふうに、私が承認になったから何でもて、無法地帯だみたいに、何でも好き勝手やりゃいいやっていうふうに思われちゃうのも困るんですよね。毎回毎回しっかりと精査する必要がありますので、ですからこの中国商品を取り扱ってクレームらしにならないかっていう答えは、 もうずいぶん話してしまいましたけれど、これが答えです。私の中での答えとなります。はい。次の質問になります。法話しないか、再現性はどうかっていう質問をよくいただくんですけれども、あの、法話がしないかどうかと再現性があるかどうかっていうのは、私は相反する考え方だと思ってるんですよ。 まず、飽和しないかっていうのは、そのビジネスが高度なビジネスだからってことです。山登りであれば、あの、ハイキングみたいに誰でも歩ける道ではなくって、岩があったり、崖があったり、そういったところ、急斜面があったりしながら登っていくようなも、もの。で、登った人だからこそできるようなビジネスっていうのが飽和しないビジネスですよね。飽和するビジネスっていうのはティッシュ配りですよ。 まあ、ティッシュ配りが、は、飽和しないですよ。あの、正確に言うと、ティッシュ配りが時給800円だから飽和しないんですよ。ティッシュ配りをして月収100万円になりますって言ったらティッシュ配りは飽和するに決まってるじゃないですか。それと同じで、飽和するっていうのは簡単にたくさん稼げるっていうのは飽和するわけですよ。たくさん稼げるんだけれども、それまでにしんどい思いとか、いろいろな苦労をして、 で、一生懸命、あの、進んでいって、堅実に着実に、地道に、地味に進んでいけるものっていうのは、法はしないんですよ。するはずがないんですよ。それぞれの先ほど申し上げました、独自性っていうのができてますからね。別に、みんながみんな、アパレルで有名になる必要はないわけです。お金稼ぐ必要はないわけです。子供とか、子供用品とか、あとは、そうですね、小物とか、あとは旅行グッズとか特定のスポーツに関する、 商品とか iPhone 関連の商品とか何かしらに特化すればいいわけなので独自性を埋めるってことはそこまでにその人が一生懸命努力していた結果が実ったってことですからまず飽和するかしないかっていうと飽和はしないですそもそもするものっていうのは私はビジネスって呼んでないんですねじゃあ再現性はどうかっていうと再現性があって飽和しないビジネスなんてないですよはっきり言って再現性があるっていうのは 結局のところ、まあ、これは、短絡的な考え方ですと、一回スタートからゴールまで行ったら、その後もずっとゴール地点にいて、もうあとは毎回毎回同じことを繰り返していればいいっていうのが再現性があるっていう考え方だと思うんですね。しかしながら再現性っていうのは、一回一回のスタートからゴールまで、要するに商品をリサーチしてから販売するっていうところまでを、その一回一回を繰り返していくことを、結果的に後から、 見返してみると再現性があったって言ってるだけで、一回ゴールしたらあとは寝転がってりゃずっと収入が入り続けるみたいな考え方を持っていると再現性があるかどうかっていうのを気にすると思うんですけども、再現性っていうのは、そんな簡単なもんなんじゃないんですよ。例えば、一回パソコンを買いました。 で、買ったっていう一つの行動を行った後は、次の日もその次の日もパソコンは家にあるわけですよね。で、これと同じような考え方をしちゃってると思うんですよ。要するに、なんか一回やったら、それがずっと存続している。あるという状況が存続している。しかしながら、物と違って、 ビジネスっていうのはあるではなくてするですから、毎回毎回行う必要があるわけですね。で、一回商品リサーチして買い付けたから、それと全く同じ経路を使って別の商品も買い付けるっていうと、またそれは とんでもない話で、その時その時によってリサーチの方法も臨機応変に変えて、商品出した後の商品ページっていうのもビジネスレポートをしっかり見ながら、もしくは類似商品の状況とかお客さんの反応を見ながら、臨機応変に進めていく必要がありますので、再現するっていうのは、結局のところその言葉自体が私はおかしいって考えてるんですね。しっかりと毎回毎回、 まあ、愛っていう言葉を使うとエセっぽくなっちゃうかもしれないですけど、商品に対する愛、アマゾンで売るというビジネスに対する愛、顧客に対する愛ですね。そういったものをしっかりと継続して存続して持ちながら維持しながら、毎回毎回全力を尽くして商品を売っていく。当然ながら、作業は行えば行うほど、すぐできるようになります。コツもつかめます。勘も働くようになります。 ですから、商品ページを、はじめ作ってくださいって言ったら、1商品の商品ページを作るのに、1日かかったのを10分あればできるようになります。で、商品リサーチだって、はじめは6時間とか、1日かけても1商品見つかるか見つかんないかだったのを、テストマーケティングする価値のある商品を探すのを30分あればできるようになります。それは慣れであるんですよ。だからそういう時間の短縮がありますから、結局のところ、一番最初の買い付けよりも、10回目の買い付けの方が、格段に時間っていうのは、 少なくなりますからね。そう考えると、一般的に毎回8時間かけて何かやりましょうっていうわけではないんですよ。しかしながら、その、一つ一つの作業は、まあ慣れてくるので早くはなるものの、なんか一回、ゴールを達成したら、その頂上でゴロゴロしてれば、いつまででも収入が入ってくるみたいなね。よく MLM であるじゃないですか、そういう大文句。あんなもんないですから、実際 MLM だって短命じゃないですか。あの、結局、稲子みたいなもので、 みんなで食い尽くしたら別の場所行くしかなくなるので、その同じ MLM でずっと稼ぎ続けるっていうのはできなくなるじゃないですか。ですから、そういう考え方を持っていないと、再現性があるからいいとか、法和しないからいいみたいな、まあ、いう文句に、すぐに足をすくわれますし、法和はしないし、再現性はあるみたいなことを言ってる人っていうのはおかしいって思うんですよ。一回ゴールまで行ったら、あとは寝っ転がってりゃいいみたいな考え方を、 しちゃうまあ、それで、成り立つようなビジネスであれば、そもそも誰でも簡単にできるティッシュ配りみたいなレベルなので、それでもし月収100万円得られたとします。そんなみんなやるに決まってますよね。だからそれこそ飽和するんですよ。で、再現性はあるわけですよね。飽和する、けど再現性はあるっていうのか、飽和しないけど再現性はないっていうのか、あの、あ、飽和飽和はしないけれども、再現性は、 あるっていうのか、なんか、なんか、ぐちょぐちょになってるような気がするんですね。私はこの、飽話すると再現性あるっていうのを、並列させている、あの、キャンペーンの歌い文句っていうのは全然信じてないです。全く信じてないです。なぜならば、相反する言葉だからなんですね。で、法話とか再現性っていう言葉は、結局のところ質問する方っていうのは、みんな飽話しないのかとか、 誰でも再現性があるのかって考えると思うんですけど、誰でもなんて言葉は存在しないですから。考え方は存在しないですから。 法はするかどうか、再現性があるかどうかっていうのはその人の次第なんですよ。ですから再現性っていうのもあえて言うとしたら、毎回毎回努力して何回も何回も買い付けしてたと。で、3年間物販をやってみて、その3年間の自分の軌跡を後で振り返ってみると、ああ、このビジネスっていうのは私にとっては再現性があるんだなって思うかどうかなんですよ。ですから、私にとってはどうかっていうのだけで、それを再現性ありますか って言われて、ありますよって私が答えられるはずはない。その方の考え方とか努力とかそういったものに依拠しますから、完全に依拠しますから、あの、物販のコンサルティングっていうのはやり方とコツを教えるものですね。簡単に言えば、富士山のふもとから頂上まで行くときに、このルートで行くと一番早く一番安全に登れますよと。 一番確実性がある方法で登れますよっていうのがコンサルティングなわけです。しかしながら、その山に登る人の体力とか精神力とか考え方によっても、頂上行けるかどうかって変わるじゃないですか。そこまで私は確約はできないです。その代わり物販自体っていうのは私が、特に海外転売っていうのは私が一番自分の転職だと思って大好きなものですので、 あの、その魅力とかやり方、最短のルート、最新の情報、今までの生徒さんのあったトラブルの蓄積、そういったデータの蓄積っていうのを生徒さんに公開することによって、あのー、 地図も見ないで山を登るみたいに富士山登っていくみたいなそういう危なさっていうのは極力排除することはできますよっていうことなんですね。しかもチャットワークでつながっていますから6ヶ月間のサポート期間中いつでも質問ができますから気になることがあったら質問していただいても構いませんがその質問に関してもまずは自分で自発的に問題解決をするように努めないと何でもかんでも先生に聞くっていう状況になってしまうと6ヶ月終わった後足ヨロヨロになってしまいますからね。要するに山のふもとか から富士山の麓から頂上まで上がる時に先生いつもおんぶしてくださいって言ってるようなもんでその人を1回6ヶ月間まあ、行ったと私がおんぶして7号目まで登ってったとするもしくは頂上まで登ってったとするで私がそこで下ろした途端頂上から必ず滑落しますからその人はなぜなら足腰が鍛えられてないからなんですよ 何でもかんでも先生先生先生って言って、自分の考え方を挟み込まずに自分で考えることをないがしろにしながら、頂上まで行けたとしても、その人っていうのは滑落するんです。滑落するっていうことは一発屋の花火みたいなもので、フューバーンと爆発して、その後、あの、カスとなって、燃えカスとなって、すぐに無償する、暗闇の中に消えていって、はい、終わりになるんです。そうなってほしくないなっていうのを私は考えています。 はい。これが二つ目の飽和するかしないかと再現性っていうことについての私の考えでした。まあ回答と考えですね。で、最後なんですけれども、不良在庫がたまらないかっていう質問をいただくんですよ。この不良在庫っていう言葉も実はすっごく難しくって、多くの人が売れない在庫は不良在庫だっていうふうに考えているんですけれども、不良在庫をなんで扱ったのかっていうポイントに戻って考える必要があるんですね。なんで不良在庫を売ったんですかと。 そこを考えてみてください。まず、まあ、あと不良在庫っていう言葉の定義も考える必要があるわけなんですが、なんで不良在庫なんか売っちゃったんですかってことですね。それはリサーチをしっかりとしてなかったってことです。商品を買い付ける段階でも、商品のリサーチの段階でも、いくらでもその商品を扱うか扱わないかっていう判別、取捨選択をする権利が皆さんにはあるわけですよ、常に。しかしながら結果的に不良在庫を扱ってしまった。どうしてか、まずはデータに基づかず、 基づかないで主観的な判断でこれは売れるとか売れないとか判断してしまったっていうパターンがあります。あとは中国商品を製品を取り扱ってクレームの嵐にならないかっていうあの質問がある通りそもそもどの業者から買い付けるのかっていうのもしっかりと選定していく必要がありますよね。で、リサーチだって なんで、その商品を扱うのか、データに基づいてしっかりと商品ページの盛り上がりだったりとか、あとはいろんな売れ行きだったりとか、類似商品のデータだとか、レビューだとか、レビューの内容だとか、そういったものを全く見ないで、あ、とりあえず iPhone のケースやればいいやとか、そういうことをやって、何の変哲もない iPhone のケースを売るわけですよ。そしたら iPhone のケースで何の変哲もないものなんて、新参者が出したところ絶対埋もれますからね。 それをカッコつけて OEM やったとしても、別に OEM やろうがやるまいが、iPhone ケースの何の変哲もないものっていうのはもうたくさん出てますから、あの、どん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 埋もれていくわけですよね。なんで不良在庫になるかっていうのは、初めは商品のセッション数が上がんなくてしかも売れないっていうのが理由になると思うんですよ。売った後の話を申し上げれば。で、商品を販売した直後にどのような商品ページの改善を行ったのか、もともと商品ページっていうのをしっかりと作ったのか、っていうそこら辺も、 大切になってくるわけですね。何でもかんでも不良在庫っていうと、その在庫が悪い、その商品が悪いっていう考え方もおかしくって、商品の売り方が悪い場合もあるんです。私は森の中で商品を売っているようなもんですねってよく生徒にはっきり言っちゃうことがあるんですけれども、それはセッション数が上がってない状態を意味するんですね。で、セッション数が上がってないっていうことは、商品のタイトル、キーワード、トップ画像、価格、このどこかがおかしくなってるってことなんです。改善の余地があるってことなんです。 はじめから完璧な商品ページを作るっていうのは不可能なんですね。商品を実際売ってみて、で、お客さんの反応が鈍かったら改善点を模索して分析して改善していくっていうことで、商品を回していくことができるわけですから、それを考えると、例えば、例えばですよ、結構多くの、まあ、せさんが陥っていることは、商品の価格です。価格を相場よりも高くしちゃってるって場合があるんですね。 なんで相場よりも高くするのかと。それは主観的なものなんですよ。主観的なものっていうのは私利私欲ですね。どういうことかっていうと、このぐらいで売れたらいいなっていう価格を入れてしまうので、売れるわけがないんですよ。結局のところ、類似商品とか、まあそのジャンルの商品ですね。同じジャンルの商品の価格を見てみて、まあこのぐらい、こんなたくさんレビューついている人がこのぐらいの価格で売っているとか、 あとは、ま、基本的に全体、5商品も10商品も見てみて、大体このぐらいの価格で売っているっていう価格があるわけです。それを相場価格と言います。その相場価格よりも、はるかに高くして売ってる人っているわけですよね。ですから、不良在庫がたまらないかっていうのはその人によりますよ。はっきり言って。あと、申し上げたいのは、不良在庫っていうのは、ま、さらに言うと、在庫があることが、 リスクだっていう風によく無在庫転売の人が主張してるんですけれども、それは無在庫転売のスクールなり塾なりコンサルなりに引っ込むための一つの歌い文句だって考えてください。在庫があることがリスクじゃないんです。売れない在庫があることがリスクなんです。で、その売れない在庫不良在庫っていう人が多いんですけれども、売れない在庫が全部ダメな在庫かっていうとそうではなくて、ダメなのは在庫ではなくって、皆さん自身にある場合が多いんです。 辛辣な言い方をしますとね。ただそのダメだっていうのはあんたも才能ないから物販やめろっていう意味のダメではなくて、皆さんが改善すべき点っていうのが5万とあるわけですよ。当然だからもし商品を販売した直後であれば、あ,あの商品買い付けなければよかったみたいな商品リサーチ段階のことをブーブー言ったって後の祭りですから、そんなことしても意味がない。そうではなくて、じゃあこの商品の魅力をどれだけ、あのお客さんにしっかりと伝え、 で、どれだけ適正な価格で、どれだけ、あの、魅力的な、まあ嘘をついちゃダメですよ。嘘をついちゃダメですけど、魅力的なタイトルとか画像で、 商品をお客さんに提供することができるのかっていう視点に切り替えなければいけないんですけれども、ああ、売れなかった、不良在庫だ、こんな商品仕入れなければよかった、みたいなね。子供みたいなこと言ったらしょうがないんですから、ビジネスっていうのはシビアです。シビアっていうのは、今与えられた状況の中で我々は最善を常に尽くすべきだっていう考え方なんですね。あの、 一週間前の二週間前のリサーチ段階の自分のことをブーツが言ったって過去を悔やんだってしょうがないわけですから、時間は未来から過去に流れていきますから、どんどん流れていってしまった過去のことをブーツが言ってもしょうがないわけですからね。ですから、ああ、不良在庫ことはダメだ、みたいなすぐに、あの、両手を悪い意味で万歳して、もうダメだ、みたいな形に、 なるのではなくて、じゃあ今の段階から何ができるのかっていうのを考えればいいわけです。そこで、しっかりと、まあ、コンサルティングであれば、講師の、まあ、言うことを聞くっていうとあれなんですけれども、講師の提案っていうのをしっかりと受け入れて、あの、自分のね、ああ、ここは至らなかったなって部分はしっかりと反省して改善していくっていうことが必要になってきます。ですから、今回の話全体的にまとめます。今回は、 中国商品を取り扱ってクレームの嵐にならないか、飽和しないか、再現性はどうか、そして不良在庫がたまらないか、あのー、在庫リスクはないのか、そういった質問っていうのをよくいただくんですが、私はそういった質問をする地点で、怖いなっていうふうに総括して申し上げると思ってるんです。これはおそらく一つの言葉っていうのをまず短絡的に解釈しているとともに、原因と結果っていうのをあまりにも 近距離で直線的につなぎすぎてしまっているからこその質問なのではないかと思ってしまうんですね。当然ながら、物販のシステムっていうのがわからないので、どうしてもいろんな情報、ネットビジネスのよく分かりやすいキャンペーンとか見ると、まあ再現性がとか、飽和しないとか、在庫リスクがっていう言葉をやっぱりすり込まれてしまってるので、それは皆さんのせいじゃない部分っていうのも多いと思うんですけれども、やはりですね、我々は、あのー、しっかりと、 自分の考えっていうのをまず持った状態で何かしらのビジネスのを行わないと、はっきり言って混乱して終わるだけだと思うんですよ。ビジネスっていうのは個人事業主ですよね。従業員じゃないですよね。従業員じゃないっていうことは上からの命令でどうこうではなくて最終的には自分で独立独歩自律的に自発的に進んでいくっていう必要があるわけです。そう考えると何かしら簡単な質問で簡単な答えを得ようとする。簡単な質問で得られた簡単な答えを全てだと 思ってしまう簡単な質問の中に書き込んでいる一つ一つの言葉の解釈を短絡的にまずは一元的に解釈してしまっているその時点ではっきり言ってまだまだ少し時間をかけて物販とは何かというよりもそもそも一つ一つの単語の定義っていうのはいろんなあのディバーシティと言いますけれども英語だとよく使うんですけれども心理学を でもよく使う言葉なんですけど、このディバーシティ、要するに多様性ですね。多様性っていうのをまずはしっかりと広い目で見るっていう視点を身につけないと、おそらく何やってもうまくいかないと思います。何やってもうまくいかない理由は、原因があって結果があって、そういう簡単なものだと思ってしまうからですね。で、原因と結果も、結局のところ、あの、学校の基上の、まあ、座学ですよね。例えば、 なんか式があって答えが1個とか、そういうものじゃないんですよ、ビジネスっていうのは。だからこそ私っていうのは、もともとあの、芸術系が好きだった人間なんですけれども、一番芸術的なものっていうのは実はビジネスなんじゃないのかって思ってビジネスの世界に入ることを考え始めた人間なんで言えるんですけれども、ビジネスっていうのは、 一見単純明快に見えるんだけれども、実は複雑回帰な部分があるんですね。しかしながらその複雑回帰な部分全体的に網羅していくと最終的には単純明快な法則っていうのが出るわけです。うちの祖父っていうのが、ま、100歳まで生きた、あの、人間なんですけれど、その祖父っていうのがま、画家だったんですね。で、その祖父と話していて、すごく心に響いた言葉があるんです。私は、 もう、ま、あ海外やったり、個展出したり、個展開催したりしてたんですけれども、東京の吉祥寺で。で、自分の絵を祖父に見せて、で、祖父はですね、その時、要介護度5っていう、確か5だったと思うんですけど、一番介護の必要がある、もう地方症の症状とかも出まくって、もう、あの、時にはギャーギャー叫んじゃうような状況だったんですけれども、私が行った時だけ正気に戻ったんですよ。私が行って、私が描いた絵とかを、あの、祖父に、 もしかし途中で祖母って一回言っちゃったかもしれないですけど、祖父ですね、おじいちゃんですね。祖父に見せた時だけ祖父っていうのが正気に戻って、それまで私が誰かもわかんないんですよ。毎回会いに行くたびに。でも私の絵を見て話してるといきなり、まあ私、あつしって言うんで、まあ、あっちゃんも大変な人生を歩んでるね、とか、いきなり全ての記憶が元通りに戻るんです。そのぐらい、まあ絵が好きだった人間なんですけど、その祖父が私の絵を見て言って、 言ったことがすごい心に残っているんですが、絵っていうのは複雑回帰であってはいけないんだと。絵っていうのは単純明快でなければいけないんだ。っていうふうに言ったんです。私にとってはそれが祖父のある種の遺言なんですけれども、その 考えっていうのが私は初めよくわからなかったんですね。で、ビジネスをやり始めた時もやっぱりビジネスっていうのはすごく複雑回帰なものだっていうふうに思ったんです。しかしながらビジネスっていうのは複雑回帰ではあると。しかしその複雑回帰なものをしっかりと努力して続けていくことによって最終的にはその複雑回帰なシステムを一つ一言で表せる単純明快な言葉っていうのも発見できるわけです。 しかしながら、初めから単純明快な答えを得ようとしてビジネスが行ってしまうと、その人はビジネスっていうのを貫徹することができないんです。なぜならば、そのプロセスで複雑回帰なビジネスっていうのを全て網羅しようとする、地道に努力して進めようとする過程がなくって、いきなり答えだけ求めようとしてしまうと、自己啓発本を一冊買って全て知ったような気分になってしまうのと同じように、そのビジネスを網羅したことにはならないんで,ならないんです。 ですから、単純な質問ほど、実は答えは複雑回帰であり、単純な質問ほど、実はその質問をする以前の考え方で複雑回帰に、まあ回帰って言うと変なんですけれども、まあ複雑にというか深く掘り下げて、 もう一回考え直してみなければいけない部分っていうのが介在しているっていうのをぜひご理解いただければなと思います。まあ、どこまでね私ちょっと熱を持って話してしまいましたけれど今回はこういった簡単な質問をする方のお考えっていうのもすごくわかるんです。わからないからこそはっきりとした明確な答えが欲しいとかなるべく理解したいっていうのはわかるんです。しかしながら私が言えることっていうのは海外転売っていうのは堅実なビジネスです。 堅実っていうのは、しんどいこと、大変なことっていうのもあるっていうことですね。で、その、海外転売という、まあ、一つの、しっかりした、堅実な、まあ、システムというか、ルートというか、ノウハウというか、まあ、そういうものが一切がさ入っている一つの円みたいなものですね。その円の真の部分っていうのを、一言で、はい、表してくださいっていうのは不可能なんです。やってみるしかないっちゃないんですね。 しかしながら私はなるべく真の部分をお伝えしようとしていて、その真の部分っていうのは簡単な質問に簡単に答えられるようなものではないっていうのはご理解いただければなと思います。だからこそ私は5日間の無料講座を設置していて、少しでもその内部の部分を皆さん自身の目で見て,見ていただきたいっていうふうに思ってます。私はあの、得体の知れないものを綺麗な包み紙で包んで売るような、まあ私の場合だとそうやって生徒さん、 にするようなやり方っていうのは嫌なんですね。大嫌いなんですよ。そのシーンをなるべく見ていただきたい。で、そのシーンを見た上で、あとは考え方っていうのをもう一度、あの、法和しないんですかみたいな話ではなくってですね、その法話っていうワードの固定概念とか偏見っていうのから、打ち砕い、 偏見というのを打ち砕いていただくところからもう一度スタートし直すというか考え直してそこをクリアして初めてあ大変なことも 努力してやっていくことの大切さっていうのを知っていただきたいんですね。物販っていうのは堅実でしんどいです。しかしながら堅実っていうことは、一の努力が必ず一の形になるわけです。まあ、一の努力が一の形になるっていうのは、一努力したら一万円、に努力したら二万円っていうものではなくって、努力を重ねていくと、あ、あの時の努力とあの時の努力とあの時の努力があるからこれだけの実績になったんだなっていうふうに思えるっていうことですね。だから、よく、 まあ、プラスアルファで最後に申し上げますと、セッさんの平均の収入はいくらですかっていうのを聞いたってあんまり意味ないと思うんですよ。だって堅実なビジネスっていうのは、そもそもビジネスっていうのは、資本主義ではお金を稼ぐもんなんですね。 当然ながら、お金を稼げないものはビジネスじゃないんですよ。海外店舗はビジネスですから、お金を稼げてなんもなんです。ただそのお金をいくら稼げるかっていうのは、その人の資金力とか、やり方とかによってもすごい左右されると思うんですね。それは1ヶ月で月収1600万円になった人いますよ。未だに1ヶ月平均の月収ですね、収入が5万円とか10万円ぐらいをずっと続けてる人もいますよ。でもそれは、その人の考え方とか、資金の 投入の仕方とか、あとはその人のやり方とか、あとは、 ま、その人の目標とかによっても変わるじゃないですか。ですから、私が生徒全員の平均値を提出したところで、あんまり役に立つものではないと思うんですよ。あなたがどうしたいかによると思うんです。再現性っていうのも結局のところ、繰り返し毎回毎回、スタートからゴールまで行って、その繰り返しを行っていく、臨機応変に行っていく。それを後から見て、あ、10回買い付けて、ちゃんと今自分は生きていると、海外転売で継続的に収益を得られているっていうのであれば、その人にとって再現性があるってだけで、でみんなにと って再現性があるかどうかを考えても、それは無意味なことだと私は思ってるんですね。 というわけで、今回はくど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 と話してまいりましたけれども、はっきり言ってネットビジネスの他のキャンペーンとかの人とは言ってることが真逆だと思います。他のネットビジネスのキャンペーンとかだとすぐ稼げるとか、億万長者プロジェクトとか、資産継承プロジェクトとか、再現性がありますとか100、100%の再現性ですとか、誰でも稼げますとか、あの、生徒全員が実績を出してますとか、あんな嘘っぱちばっかり並べるじゃないですか。でも、あれって裏がありますからね、今回はちょっと話がずれちゃうんでそこまでは。 話しませんで、けれども、言葉のマジックだったり、はじめから嘘を言ってたり、数字のマジックを使ったりしてるわけが、こ、わけですからね。そういうものばかりですから、そういうことをやいや言ってる人とは私は真逆の意見を言ってると思います。もうくどくどうじうじで、うんちくも含めて、複雑怪奇なことを言ってるように感じるかもしれないですけれども、基本的にはでもこれは、海外転売っていうのは私はすごく魅力的であるという、あの、 一つの明確な考え方に基づいてるんですよ。単純明快な考え方に基づいて複雑怪奇なことを言ってるように聞こえるかもしれないですけれども、最終的に行き着くのは単純明快である。しかしながらそれがナポレオ・ンヒルとか、あのー、カーネギーとかの、あのー、孫正義氏とかの、まあ、自己啓発本とかそういうものを見て、単純明快一冊本読んで一言で表せてるのは、孫正義さんだから表せてるわけですからね。 じゃあその答えだけをパッて重なって自分のものにしよう、腹に落とそうとしちゃって無理なわけですよ。やっぱり努力した人が言う単純明快な発言であるからパワーがあるわけです。スティーブ・ジョブズが言ってることであるからパワーがあるわけです。スティーブ・ジョブズがある公園で点と点が後から見返してみたら線になったっていう言葉ありますけども、それも私は私なりに海外転売をやってすべての点が 一つの線になって、そして、まあ、私の言い方をすれば、一つの綺麗な図形になったと、一つの円になったと、海外転売のおかげで一つの円になったと、海外転売は私の転職であるっていう言葉に集約できるわけなので、一言で何かしら解決しようとしないでください。考えるっていう行為は何時間もかけたり、何日もかけたり、何週間もかけたりすべきものだと思うんですね。 そして、簡単な質問に簡単な答えを得られるとも思わないようにしてください。一つの質問の中には色い々ろいろな考え方が介在して、まずはそこを解き明かすことから私の答えっていうのがようやく導き出せるんですね。ですから答えっていうのは正確に言えばその、誰にその答えを述べるかによって違うわけです。数学と違って1たつ1は何ですか万人が2と答えます。しかしながらその1と1っていうのは何の1と何の1かによって答えが2になったり100になったりマイナスになったりするわけなんですよ。 ですから、やっぱりね、どうしても、学校教育っていうのを大体、まあ9年から12年、まあ少なくとも9年ですね。日本の義務教育っていうのは小学校から中学校もですから、少なくとも、まあ多くの方が9年、もしくは高校まで行ったら12年、大学まで行ったら、まあさらに16、まあ合わせて16年くらい経験してると思います。その中で従業員機質とは何かみたいなことを学んですり込まされているわけですから、一部の学部を除いてね。 どうしても一つの問題には一つの明快な答えがあるっていうのを考えちゃってると思うんですね。で、あるべきだとも思い込んでると思うんです。しかしながらビジネスっていうのはそんな簡単に、なんか投げたらなんか一個返ってくるようなもんじゃないです。自動販売機みたいにお金入れたら同じジュースが出てくるようなもんじゃないんですよ。お金の入れ方によって出てくるジュースが違うし、まあもうジュースどころか何が出てくるかもわからないわけですよ。それが質疑応答だと思うんですね。ですから、ここ。 をご理解いただければなと思います。質問をするっていう行為はすごい一見簡単に思えると思うんですけれども、実はすごく複雑なものなんですね。ですから答える方っていうのも、あの、何でもすぐ簡単な答えを用意できてるわけではなくて、あの、Q、Q&A みたいなものはカリキュラムの中にも用意してるんですけれども、一般的な答えはお伝えできるんですが、一つ一つの答えっていうのは、やっぱりその質問した人の考え方によって、 で、どこからどう,いうふうに答えていくかっていうのも変わります。その点というのをご理解いただければなと思います。というわけで今回は長くなってしまいましたが、お問い合わせいただく、よくお問い合わせいただく質問について、私の考え方がメインになりましたけれども、まあ、回答と考え方を述べさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。海外展売スクール講師の黒沢淳がお届けいたしました。では、失礼いたします。